皆さんこんばんは。Good luck, everyone. ガエルチャンネルです。さあ今日もスキップバーバーでスパフランコロシャン、こちらのオフィシャルレース、第2戦目ですね。今週に入って2回目のオフィシャルレースを、お届けしたいと思います。で今回もですね、なんとポールポジション。いや予選がしこたま練習しただけあって、調子いいですね。でただね、怖いのが10番手ノータイムで終わったゼッケンナンバー1、クリスチャン・ペレスさんですね。サンデーナイトライツのもうトップ常連のクリスチャン、彼がですね追いかけてこないか心配ですね。で2番手、3番手ミッチェル君、ブレット君、もうねニュルブルクリンクで何度もやり合ったやっぱ早い人たちが、やっぱねトップ3に来てますね。さあちゃんと、まずはですね、やっぱり事故ないように、まずゴールド免許ですね。さあレッドシグナルスタート、よしスタートはいい、スタートはいい。で1コーナーの突っ込みのタイミングもさっきのレースでだいぶ分かってきた。よし、今度はアウト1杯まで使って、これは、これは1番手でオールジュになだれ込めそう。よし大丈夫。さあ冷えてる1周目注意しながら、オフトラックでも大丈夫。まだまだねセーフティーレーティングは 4.2 ありますよ。おお、後ろが勢いがいい。でこれ後ろにつきたいけどどうだ。これはどうだ、ちょっと微妙だな。さらに後ろがいるので私守りましたけど、ああよかった、よし3番手落ち着いた、よしよし。さあ、前の2人も十分速いですね。で後ろのブレット君もやはり、上位の、ね、常連というかサンデーナイトライツには出てこないんですけど、ニュルブルクリンクでは特に先シーズンですね、争ったのが記憶に、残っているところです。さあ1周目、あやっぱねフロント荷重で残していくとリアが不安定になりますね。なので1周目はあんまりこうブレーキ残しじゃなくてできるだけパーシャルにして、おーおーおお、いかん。やっぱね1周目がねこの、もう30分前に終わった最終ラップの感触が残っているのでどうしても突っ込み気味になっちゃうんですよね。そこを抑えていくのが大変。さあなんとか前には追いついてきそうですかね。ブレット君がフレット君が、差し込んできましたね。なので譲って私はスリップにもう一回入って追いかけていきたいと。このねブレット君をこう射出砲みたいにして、おかげでブレット君を追いついていきましたね。よし、さあそして私もキャッチアップしていきましょう、ね、あそこでこうバチバチバトルすると2人とも置いていかれるので、ミッチェルそこでミスしちゃいかんよ。後ろがねまだニコさん 1.6 秒差なのでもっとね3秒差ぐらいまで離したいところですね。さあ間に入ってきた、3人とも立ち上がりいいじゃないか。さあオールジュ、おお大丈夫、オフトラックがついたけど大丈夫です。お父さんお母さん僕は生きてます。さあ前に、前に追いつくかな。前もやっぱ3人で走ってるのでペースがいいですね。ここは離されないようにちゃんとついていきましょう。この入り方が
ちょっとね隊列になってないんで良くなかったですね。これで一気に追いついてしまいました。さあ後ろクリスチャン・ペレス来た来た、10番手スタートだったのにもう来た。さすがトップドライバー、アイレーティング5800、このセーフティーレーティングが C の 1.8 というのはちょい気になるところですけど、いやー来ましたね。これ追いつかれるのは時間の問題かな。さあただ私がちゃんと前についていかないとこのクリスチャンさんに置いてかれる、あの追いつかれるってあるんですよね。ちょうどあの緩衝材というか吸収材みたいな役割を私がしてしまうので、前には離されずにちゃんとついて、で後ろのクリスチャンさんとの差を開けたいところですね。さあどうだ、これは前詰まるパターンじゃないかな。追い抜くまでいかないですね。ミッチェルさんの加速がいい。さあ私は追いつきそうですけど、後ろクリスチャンがどうかな。追いつきましたね。怖い。あ、そしてオーバーラン。あ、この前にぴったりついていかなきゃって言ったばっかりなんですけど、また離されますね。まずい。あ、クリスチャンが 1.4 秒、これはまずい。ね、今このトップグループにいれば私も、1番手から、1位から4位の可能性があるんですけど、クリスチャンさんが来るとね、もうあの1位の可能性がだいぶ薄れちゃいますね。それぐらい実力のある人ですからね。さあオールジュ、ここは気合一発。おお、滑る、うん、大丈夫。さあこれ でクリスチャン、あ、クリスチャン離れてる。まだやっぱスリップに入ってないんですね。お、いいぞ、この今のうちにクリスチャンを引き離せ。みんなで協力すれば大丈夫。アイリーティング5800の宇宙人だって引き離せる。ここで、いや速度伸びない。前の速度が伸びてない。もっとプッシュしてクリスチャンを引き離さないと。よし、いいですよ。クリスチャン 1.8、頑張ればまだ引きちぎれるペース。ここは3人で協力していかないと。ちょっとね、私認めたくないものだが、前の3人は私よりも速いというね、悔しいですけど、はい、ちょっとね、私が間に入るとこれみんなのペースを乱してしまいそうなので、さっきのルーベンス君と同じですね。ちょっと4番手のままじっくり、様子を見ようかなというところですね。であわよくばスリップストリームで、使ってもらえれば光栄でございますと。であとはファイナルラップでうまく出し抜けるんじゃないかなっていうのを期待して、まあ、最後尾にぴったり張り付いていく作戦ですね。さあクリスチャン 1.8 秒、よし、いいですよ。まだまだ追いつかれるわけにはいかん。さあ、うまく隊列まとまりましたね。オスカーさんがちょいミスかな。うわ、クリスチャン来た。 1.2 秒、これは来てる。いや、やっぱねコーナーが早いですよね。さあオールジュレ
しっかりついていきたい。後ろクリスチャン 1.3 秒、うん、まだ大丈夫かな。ここできっちり決められれば。おお、滑る滑る、おえ、まずい、まずい、タイムペナルティー、ショートカットペナルティー食らってしまいました。あと 0.7 0.4、 いやー、これは痛い、これは超痛い。あ、そして後ろからラーズさん、ニコさん、あ、来てる来てる来てる、おお、来てる来てる。さあどうだどうだ、ピン守りましたけど、よし、うーん、この1から5番手争いのはずが、なんと5から7番手争いに変わってしまいました。さあこれは、まあ、ここでね、軽くまたスリップを外してリズムを乱しながら引きちぎりたい、引きちぎりたい。後ろ 1.2、 あ、さあプッシュプッシュプッシュ、 1.5、 よしよし、あ、なんかね、ボイスチャットだとどっかで接触があったんだと思うんですけど、ね、スペイン語でまくしたてているので英語で喋れよとか、お前まっすぐハンドルまっすぐ運転できるのかとか、こう罵声が飛んでますけど、これそうね、罵声はね、罵声はやっぱり自分に対して損ですよね。得られるものが少ないので、まあ、深呼吸してこうちょっと皮肉言うとかね、あとでこうメッセージ送るとか、そういった方法を私はお勧めします。このアンガーマネジメントも学べるアイレーシング、一家に一本いかがでしょうか。そして後ろラーズ君、よし、 1.7 秒 1.6 秒、離した、よし、この調子でミスなく前の方に落ち着いていきたい。レースは5周目半分を経過したところですね。さあ前が4秒差かでね、ここからのオールージュ、ラデオン、ケメルストレートと続いていくセクションですね。ここオールージュで、私が失敗したここラディオンですね。でこのケメルストレート、ここでね、やっぱ3台一緒に走ると、もうフォーワイド、フォーワイド、3台一緒に走るとね、ストレートがすごい伸びるんですよね。で今はこうイン側を走ってラーズ君の、スリップを外しました。でここの SG セクションレコームですね。そして右マルメディ、このスパのスパフランコルシャンのコーナー名を覚えていきましょう。コーナー、そしてヘアピンリバージュですね。このベルギーってやっぱりフランス語の、フランス語とか、あとフラマン語とかね、四方によって、東西によってやっぱ方言というか、言語は違ってくるらしいんですけど、まあ、このスパフランコルシャンのコーナー名はフランス語っぽいような綴り、響きありますね。さあこの高速コーナー、なんだっけ、プー、違う、プーオンはさっきのあれですね。でここがレファーニュですね。うん、でこの超大事なポールフレール、ここね、そう、金網で前見えないんですけど、もうそこをですね、透視能力を使って、ちゃんとコーナーの出口を見て、その金網のクリッピングポイントだけを凝視するんじゃなくて、全体のコーナーをイメージしながら、うまく回るとですね、綺麗にコーナリングできますね。あそこはその金網を透視しなきゃいかんです。
さあこの高速左ブランシモンですね、鈴鹿サーキットの 130R にも例えられます。そしてここがバスストップ試験員、私が F1 観戦してたセナプロ時代は本当にバス停みたいなね、この字型の試験員だったんですけど、なんかもう何度も形状が変わっているようで、今は全然バスストップではないただの試験員ですね。さあレースは6周目、3分の2が終わろうとしているところですね。第1コーナーのラソース、前とは4秒差、縮まらないし、後ろの、ジョゼさんもしくはホセさんが2秒差、なかなか引きちぎれないですね。いやー、これは大変。さあここから、またプッシュしていきたいわけですけど、最近ですね、このチャンネル登録していただいた方ですね、おかげさまで、このアイレーシングの配信を始めたいつ頃かな、3ヶ月前ぐらいだと思うんですけど、その当時は100名ちょっとですかね。もともと私ロードバイク自転車の、動画配信とかやってたんですけど、その時点で、100人登録者の方いらっしゃったんですけど、それからですねどんどん、おかげさまで皆様に登録していただきまして、今280名ですねの皆様のチャンネル登録数いただいてます。ありがとうございます。で最近登録された方にですね、この、ガイルチャンネルの仕組みをご説明しますと、まずですね、この動画、生配信ではありません。そして、このなんつうんですかね、プレイ動画でもないんですよね。正確にはリプレイの動画を再生して、今こうやって、マイク片手にですね声を当ててます。ですので、リプレイなので、結果は分かってると言えば分かってるんですよね。なので、そんなの茶番だっていう方はですね、そっとファイルを閉じていただければいいかなとは思うんですけど、なんでですねこの、動画を、生配信しないかって、3つ4つ理由があってですね、まずレース中は私 VR のヘッドセット、これをかぶってレースしてるんですけど、この VR のミラーリング画面をですね、配信してもですね、全然気持ち悪いんですよね、絵の見え方が。で、私自身そういうこの視聴者の皆様を気持ち悪がらせるような配信はしたくないと、という思いでですね、この、綺麗な液晶画面用に、再構成されたリプレイファイルを流してますと、というのが一番大きいです。あとは、ライブ配信されている皆様はちゃんとこうしっかり喋りながら運転していくということができる才能をお持ちなんですけど、残念ながら私にはその才能がないと。喋りながらドライブするとですね、タイムガタ落ちになってしまうんですよね。ですので、基本的にドライブしているときは無言です。ボイスチャットで他のドライバーとコミュニケーションを取る必要があるときは喋りますけど、無言で集中してやってますと。でそれをですね、ライブ配信してもあんまり面白くないと思うのですよ、こういう風に、この風この肌触りこれが戦場よみたいなガンダムネタを とかですね混ぜていく余裕がなくなってしまいますので、そういった意味でもエンターテイメント重視のためにリプレイ配信をしてますということですね。でもう一つ理由があって、この映像は 4K HDR という今配信できる中では、8K とかは置いといて、おそらく最高画質で YouTube にアップロードしています。でこれはですねライブ配信には耐えられないんですよね。やはり回線的には多分ギリギリ耐えられるんだと思うんですけど、 YouTube 側のですねエンコード、その動画のエンコード再構成がこれアップロードしてから 4K 画質で見えるようになるまでだいたい半日じゃダメなんですね。下手すると24時間かかるんですけど、それぐらいですね YouTube 側の負担が高いということもありまして、ライブ配信ではなく、この動画アップロードと
というやり方をしてますね。ですので、ライブ配信だとこの視聴者の皆さんとコメントをやり取りしながら、ね、ドライブしていけるっていうのは楽しいとは思うんですけど、まあ、そういった理由でですね、残念ながら、はい、あのライブ配信は行っていないというこのガイルチャンネルになります。であとですね、この右下の、映像というか画像ですね、これいつ動き始めるのっていう、この画像動いてないじゃん、いつ動くのっていう、ご質問をいただくことがあるのですが、これ写真ですので動きません。ですけど、何もないとつまんないし、こうやって貼っておくとなんかそれっぽい、あの配信者っぽい雰囲気が出るじゃないですか。ですので貼ってあります。まあ、そもそもね、チャンネルページ ではあの若かりし頃の、まあ、自分でかっこよかったと思う姿を、貼ってあるんですが、もうですね、今や中の人はおっさんですよ。ね、昔はキャーガイル少佐かっこいいとか言われてたんですけど、今ですね、友達からいやガイルさん、この前うちにお経をあげに来たお坊さん、新号宗のお坊さんにそっくりでしたねと言われるほどですね、もうおっさん化してるわけですね。まあ、そういった、ハゲ散らかして、キモいデブのおっさんがですね、その顔をウェブカメラで配信して誰が得になるのかと、私も嬉しくないし、視聴者の皆様も多分嬉しくないと思うんですよね。そういった形で見にくいものは映さないというのがこのガイルチャンネルのポリシーですので、写真貼り付けておけばそれで事足りますよねと、あと、4K HDR のキャプチャーをするためにはやっぱ専用のキャプチャーカードっていうのを使わないといけないんですけど、これ画面入力以外にウェブカメラの入力も入れてしまうと今度は HDR が、失われてしまうという制約もあってですね、配信者の映像は映しておりません。多分ね、その方が皆さんも嬉しいと思うので、これはウィンウィンってところですね。はい。で、まあ、アイレーシングを今年のですね、ちょうどゴールデンウィークから始めまして6ヶ月ほど経つんですけど、まあ、そうですね、主にニュルブルクリンクを専門として、まあ、そのニュルブルクリンク開催のある週はこうたくさん出場してアイレーティングが上がるといった形で今 4.3 まで来てるんですけども、うん、まあ、このね、アイレーティング 4.3K っていうのは偽りのアイレーティングと私おーっと滑る呼んでおりまして、ニュルでは確かに 4.3K あるんですけど、他のコースに行くとね、まあ、そこまで実力は伴ってないという悲しい状態ではあるんですけどね。うん、まあ、ただ、もうほぼ引退状態ではあるんですけど、昔、MX5 ロードスターに乗って筑波サーキットですとか、スポーツランド2号ですねを、まあ、バリバリ走り回っていて草レースにも出てましたと。で、富士スピードウェイも1回走ったことをあるっていうぐらいですかね。まあ、そういう風に実車の経験はありますと。ただ最近はもうシミュレーターばっかりですけどというバックグラウンドはありますね。まあ、なんといってもね、シミュレーターハンドルコントローラー高いとか、ね、そのグラフィックカード高いとかありますけど、まあ、なんといってもガソリンかかんないし、オイル交換もいらないし、で駐車場代もいらない、税金もかかんないと、一度機材を揃えてしまえば非常に安価に楽しめる、ね、遊びじゃないかなと思いますね。さあ、そしてファイナルラップですね。特に、今年の9月に入って、今まで、ハンドルコントローラーが G29 っていうロジクールの製品で、あとペダルがファナテックの CSL エリートペダルスっていうものを使ってたんですけども、9月に入って機材を刷新しまして、ハンドルコントローラーが SIM キューブ2っていうですね、最高峰のダイレクトドライブ系のコントローラー、あとペダルもですね、そんなめちゃくちゃ高価ではないんですけど、やはり最高の精度と言われるヒューシンクベルドの SIM ペダルススプリント、こちらに交換してですね、やっぱり自分の操作が思い通りにこの画面上の車に反映されるようになるという効果を強く感じてます。やっぱり前の機材の時はどうしてもですね、誤差があったわけですけど、
今はですね、こうもう思った通りのラインに乗せていけるってその快感がですね、非常にいいなと思っているところですね。ですので、まあ、Iレーティングが上がってきたっていうのはそういう機材面での、効果もあるでしょうし、まあ、運転が楽しいとね、練習もはかどるっていうのもありますし、で壁を感じた場合はですね、Iレーシングのオンラインレッスンというのも、今、その簡単に受けられる、ような環境は整ってますので、私は、お二方ですね、KMR さん、ね、アルファベット3文字で KMR さんという方と、あとは、日本で、ね、最速との称号も誉れも高いレイスシムコさんというね、VTuber の方なんですけど、そちらの方に、まあ、月1ぐらいですかね、1ヶ月に1回ぐらいのペースで、まあ、自分の壁を越えていくための練習ですね、まあ、あとはどうしてもですね、自分一人で練習していると、変な癖がついてしまうので、まあ、これはゴルフのスイングとかと同じだと思うんですけど、まあ、定期的に矯正していただいているというふうにして、今のガイル選手があると、まあ、それになんといってもですね、このチャンネル投下してチャンネル登録していただいている皆さん、あと、ね、高評価していただいている皆さん、コメントいただいている皆様のおかげで、そういった皆様に支えられて、成長しているガイルチャンネルですね。で、今は古参キャンペーン中でですね、チャンネル登録者1000人に行くまでは、今のうちにチャンネル登録していただけると、な、俺古くから見てるんだよというですね、子さん面ができるという特典があります、はい、ですので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いしますということで、レースは5番手でしたね、まあ、オフトラックが痛かった。いやいや、そしたらですね、また、オープニングラップから、振り返っていきたいわけですけども、で優勝したのが、なんとクリスチャン・ペレスさんでしたね。いやー、予選10番手だったんですよ、クリスチャン・ペレスさん。で、あ、これは出し抜けるかなと思ったんですけど、いや、やられちゃいましたね、もう、さすが、宇宙人すごいといったところですね。まあ、ただ、今回は第一戦で、チャンピオンシップポイント130ポイント取れましたので、まあ、スキップは、一旦これで今週はいいかなと。あとはサンデーナイトライツですね。でそれまでに、今シーズンはですね、鈴鹿サーキットをちゃんと攻略していきたいという思いがありますので、ラリカルシリーズ8というですね、オートバイのエンジンを積んだ超軽量なレーシングカーがあるんですけど、そっちの方をですね、乗っていきたいかなと思ってます。でそれにね、今回も、インシデントが、8、バッテン8つきまして、セーフティーレーティングがまたマイナス 0.2 落ちるわけですよ。そうすると今度はセーフティーレーティング A の 4.0 になってしまうので、さすがにこれ繰り返すとですね、A ランク落ちがやばいということで、ちょっとこのスパフランコルシアンはこの辺りにしときたいかなと思います。でまた明日から、鈴鹿の、実況ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、低評価ボタンよろしくお願いします。というわけで、本日もスパからお送りしました。ガイルチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。あれ、なんかいつもと、リズムが違う、それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。